こんにちは、日野です。今回はですね、ヒューマンボディリバイバルという教材について少しねお話ししていこうと思うんですけれども、今回はですね、健康の原点、健康の原理原則ということでお伝えしていこうと思うんですけれども、これはですね、実際にプログラムの中のセミナー映像で述べていっていることなんですけれども、健康っていうのはもう原理原則があって、あまり難しく考える必要はないんですね。で、原則を抑えて、あとはその通りに展開していけば、人体っていうのはですね、自然にやっぱり健康になっていくようになってるんですよ。で、もともと体っていうのは、僕たちの体っていうのは無駄な働きって一切してないんですね。全てやはり体を元に戻して健全に機能するために、いろんなこう不快な症状が一時的に出たりするわけです。でもそれは体を元に戻す、そして健全に機能するために体の中で調整している機能なんですね。だから一時的に体調が悪くなったりするっていうのも、それは一つのメッセージであり気づきなんですね。だから病気っていうのはもうメッセージなんですよ。これをしっかり受け止めて、で、じゃあそこからどうリカバリーしていけばいいかっていうことですよね。で、それをリカバリーの仕方っていうのをある程度知っておけば、自分がね、体調悪くなった時も困らないというか、慌てずに対処していけるんですね。その方法っていうのを、このヒューマンボディリバイバルの中では、毒素の排出ということと栄養補給っていうことで、具体的に述べていっていますので、そこで学んでいただければ、しっかりとね、自分の現状というのを把握して、それに対して対応していける、その知識というか知恵っていうのをですね、身につけることができるなっていうふうに、僕は思っています。ですから、その毒素排出っていうのをいかにきちっとするということと、あと、栄養補給をする。で、これは現代の、カロリー至上主義というのか、カロリーをベースにした栄養学ではなくて、ビタミン、ミネラルとか、5大栄養素をベースにして、特に微量栄養素、そういったものをいかにしっかり補っていくかっていうことをベースにしながらの、その真の栄養学っていうものをですね、この映像の中で、セミナー映像の中で述べていっています。そのシンプルなね、ことを、具体的に述べていってるだけなので、その知識を身につければ、あとはそれをただやっていくだけっていう風になるわけですよね。で、知識があるのとないのとでは大きな違いがありますので、まずそのベースとして知識を得ていただく、そしてあとはそれを実践していただくっていうことですね。特にその毒素を排出するっていうことを考えるときに、一番ポイントになってくるのは、これ腸の浄化なんですね。大腸、小腸ってありますけど、その腸の浄化っていうのが一番のポイントになるわけです。ここが汚れている状態、うまく機能していない状態では、いくらいい栄養をとっていってもそれが身につかない、うまく、機能しないんですね。ですから、まずは、腸の毒素を根こそぎ、落とすということをメインに、セミナー映像では第1回第2回目という中で述べていっています。で、それを、できる範囲で、全部が全部できるとは思わないので、それを、できるところをしていくっていうことですよね。そして、次の第3回目から第6回目の映像の中で、真の栄養補給ということで、具体的に、じゃあ、体きれいになった、いいクリアな状態になって、次それどういうふうに栄養補給していけばいいかっていうことをですね、述べていってるんですね。で、これがまず今回のプログラムの中核の映像になってきます。で、その後、ホルモンのこととか、いろんなことを述べていってるんですけども、これで一つの大きな、くくりとして約、34時間ぐらいの映像があります。で、これがメインの、今回のプログラムなんですが、これは本当は付け足しと思ってください。この前の一つ前の映像でも、ご挨拶でもしたように、これは本当付け足しです。で、これから僕自身がもう一度ね、原点に戻って今年、来年、再来年と学んでいきますので、その情報をここのプログラムの中に組み込んでいきます。ですから、それが本当のメインだと僕自身は思って今回のね、プログラムをやってます。だから、ただ単に過去の映像を寄せ集めてポンと渡すだけではないということです。それでは意味がないので、今回その年数がそれから経ってるわけですから、最新の情報っていうのをもちろんですね、盛り込んでいく。で、そのために僕自身も、特に今年から勉強をね、学びを、していきます。やっぱり原点は健康についてです。これまではちょっと意識とか、そういう精神世界とか
メンタル面とかそういう部分でもね、いろいろこう興味があって探求してたんですけども、まあ、その部分も大事なんですけど、それと人体を融合させて、そしてその人体の健康、本当の健康っていうのをですね、僕自身お伝えしていければいいなと思っていますので、それをやっぱり毎日のメルマガの中で出すっていうのも、まあ、こうしてるんですけれども、なかなかこう体型立ててできないし、飛び飛びになるし、伝えてもそれが、一過性に終わってしまうわけですよね。毎日毎日配信してるわけですから、それがこう体型立ててじゃあ学べるかっていうと、それもまた難しい部分がどうしてもあるんですね。ですから、全部このプログラムとしてまとめてしまえば、いつでもそのプログラムをまたねこう見ていただければ、簡単に、そこに戻っていただける、確認していただけるっていうものになりますので、そういう場を作っておくのがいいかなと思ったんですね。ですから今回はあえて、その過去のセミナー映像を全部、今回まとめて、でさらに、今年からの学びっていうのを全部詰め込んでいきますので、まあ、内容的には本当に数年前に、教材として販売した、した分量のかなりの、倍の、まあ、3倍、現時点で3倍ぐらいになってますので、トータル的に言うと 5,6 倍の分量になるんじゃないかなと。でそれをまあ一つのベース、健康の一つのツールとして見ていただくように持っていきたいなと思っています。でこれはもうずっと見ていただけるような形になります。例えば6ヶ月で終了とかね、1年でもう見れなくなりますっていうものではなくて、コンテンツとしてずっと積み上げていきますので、かなりこのその一つのプログラムとしてはいろんな多岐にわたる内容になってくるんじゃないかなと思います。で、その参加者の方からいろんなね、例えばこういうことを取り上げてほしいとか、高血圧についてとか、例えば糖尿病とか、そういうものもいろいろね、こう出していただければ、それに対してじゃあどう対処していけばいいかっていうことも、個々にね、こうプログラムとして加えていきたいなと思っていますので、まあ、健康情報を網羅するようなプログラム、体系にしていきたいなと思ってるんですね。ですから、今回のその参加費とかに関してはもう一番今回がお得な形で参加できる最後のチャンスということになるんじゃないかなというふうに僕自身は思っています。これからどんどんね、コンテンツとしていい、内容がどんどん積み上がっていきますので、そういう意味では、一番今が、入りやすい価格帯でのご参加ということになりますので、まあ本当にこれはご縁があればですから、別に強制的に入ってもらうものでもないですし、本当に、ね、ちょっと学んでみたいなと、永続的にこれから共にね学んでいきたいなっていう方に入っていただきたいなと思います。だからまあ中途半端な気持ちであれば、今はやめといた方がいいんじゃないかなというふうに思いますので、僕自身も、本当に本気で、これは取り組んでいくつもりでいますので、まあ、そのために今年いろんな学びをしていきます。まあ、そういうことでこのヒューマンボディリバイバルというプログラムをね、共にこう作っていければいいかなというふうに思っていますので、まあ、ぜひ一つの参考にしていただければと思います。今回は以上になります。ありがとうございます。